アスランポケカメモ、ネンドール。自分の番に1回使える自分の手札を2枚まで選び、好きな順番にして山札の下に戻す。戻した場合、自分の山札から自分の手札が6枚になるようにカードを引く。このパワーはこのポケモンが特殊状態なら使えない。手札を1枚か2枚絶対に山札の下に戻さなければいけない。手札0枚の状態から6枚引くことはできない。格闘ポケモンなのでコルニでサーチができる。レベルボールから持ってこれる HP が90以下。ポケパワーなのでブルーの探索と併用が可能。どんだけハンデスを食らっても手札1枚をデッキの一番下に戻すことで6枚引くことができる。ハンデスが効かない。コルニとヤジロンとネンドールだけ出張させることが可能。序盤はコルニでヤジロンとバトルサーチャーで、次のターンはバトルサーチャーで1個前のターンに使ったコルニをサーチャーで回収して、ネンドールと何かグッズを持ってこれる。で、持ってきたネンドールでそのターンからドロー加速が可能。最悪サポートカードはコルニを1枚入れるだけで毎ターンのドローが確約される。アスランポケカメもそのカードに対して持っている知識をただただ書き殴っただけ、喋っただけの動画となっております。コメント欄にいっぱい書き込んでください。ここを最高のメモ帳にしましょう。